お疲れ様でございます。まあ、今日の速化塾暗号通貨ニュースは、私がいつも使っている、このコインゲッコというね、この暗号通貨のマーケットキャップなんですけども、こちらの方の使い方、見方について解説しようと思います。えまず、このページを開いて一番最初に見るのが、時価総額ですね。 今、兆円といいうマーケットになっていま,すまあこれはコイン月光の中で扱っている暗号通貨アルトコインそれからビットコインまあ全通貨1万4673個の通貨をこのコイン月光で扱ってるんですけどもその時価総額全部のまあ売り上げといいますかね日本円に換算しての マーケットサイズなんですけども、それが433兆円ということでね、かなりでかくなっています、でこの433兆円というのが、でかいのか、でかくないのかという見方ですけども、私の今までのこのコインゲッコの経験からいうとね、だいたい400兆円をプラマイゼロとして、370兆円まで下がると、これは大暴落してるなというふうに判断します、そして今度逆にですね400兆円から430兆円。 これがアッパーです。430兆円前後でうろうろしてたら、あ、これはかなり資金が流れ込んでるなというふうに判断すればいいと思います。そうなってくると、今ね、433兆円でしょ。私の基準から言っても、まだ高いんですよ。うん。だから、相当資金が暗号通貨に流れ込んでる状態だなということが判断できますえ。これがここの見方ですね。で、その下が24時間取引量なんですけども、これは細かい説明がいらないと思いますので、そのままスルーします。上の方に行ってください。 改めてなんですけどもこのコインゲッコで取り扱っている暗号通貨の種類、えー、イーサリアム、ビットコインリップルその他ですけども1万4673と毎日だんだんねこれ増えてるんですよ毎日登録する通貨ここで紹介する通貨がいくつかもしくは10個とか20個って単位で増えています減ることはありませんそして新しく暗号通貨を取引するための取引所これもね1000を超えて今1114でしょ かなり増えてますね。私がここをベンチマークし出して、600から700ぐらいだったと思うんですけども、それから数えてもね、もう倍近くになってるってことで、新しい会社、つまり暗号通貨の取引をする会社っていうのがどんどん増えていって、そしてこういったね、新規で生まれたコインを取引する場所っていうのも、それにつれてこう増えているってことになります。 で、そのおかげで時価総額がね、ここにも書いてますけども、433兆円というふうになっていて、まあ私たちね、日本で取引してると、大体日本の暗号通貨の取引所を使うことになると思いますけども、日本の暗号通貨取引所はね、そんなにバン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 増えてはいかないんですけども、結構金融庁の規制が厳しいですからね。でも日本以外の国ではもう日々新しいコインも増えてれば、新しい取引所も増えてますので、そういったところで自分が一番扱いやすいところをね、 まあ、いくつか持っておくことが必要かなと思います特に暗号通貨で利益を上げたい人は暗号通貨取引所の、まあ、運営をですね30とか50とか同時にできなければなかなか稼ぐのは難しいと思いますであの暗号通貨の取引所のねあのアカウントとか KYC を取るのがもうポンポンポンとねもうすぐにできるようにスキルを上げといてもらいたいのと危険な取引所もあります例えば暗号通貨の取引所 こうね、オープンしましまたそこに新しい投資家さんが資金をデポジットするわけなんですけどもある程度資金が溜まった状態で消えるとかねなくなるとか引き出せなくなるとかねまあそういった詐欺目的の新しい暗号通貨取引所もありますんで用心していただきたいと思います基本的にこのコインゲッコで紹介されてる取引所とかコインっていうのはまあ100%安全ではないんですけどもそれなりにコインゲッコが裏付けを持ってコイン載せてくれてますんで いきなりどうこうってことはないと思うんですけども、でも最終的にはね、あのー、自分で判断して自分で責任を持つことになると思います。はい。えそして、こちらの方のステータスですね。こちら。注目はこちらの最大の利益者っていうステータスなんですけども、これはね、直近でもう、ほんと数時間以内に、冒頭したコインが出てます。ね、戦士っていうコイン、全く無名のコインですけども、ちょっとした間に958%ね、 すすごい速度でで値上がりしてるわけなんですよだからこういうのを注目していくとボラティリティが測れるかなっていうところですねそれから新規で生まれたコインっていうのもこういうところにあの紹介されやすいです今まで存在してなかったコインがこういったコインゲッコに紹介される時に大きく値を上げるってこともありますんでね、えー、うまく乗ることができればここでもお送り人になることができるってことですよね、まあ、そのためには取引所をたくさん扱ってで、えー、自分の資金をねそれぞれ分散させておくための資金力が必要になってきます 暗号通貨の取引所を例えば10箇所オープンしたとしても、あのそれぞれにね、10万円ぐらいは入れとかないと取引にならないじゃないですか、そうなると10個、暗号通貨の取引所、こういったものを開設すると、大体100万円必要ってことになるんですよ。で、先ほど、30とか50って私言いましたね、30か50は暗号通貨の取引所を開いておきましょうみたいなね、世界中に。そうなってくると、300万とか500万って元金が、暗号通貨の取引をするときに、まあ最低でもいるよねって話になってくるんですよ。 でですんで基本的にはその元金っていうのをねどっかで作っておかなければまあ本当にね手持ちの1万円で送り人なんてのはこれはもうないですからねそれこそもう上場するコインを知っていて値上がりが1万倍になることを最初から知っていない限りそういうことできませんけどもまあそもそも1万円しか持ってない人のところにそういう情報が来ることはありませんからねはいまあ以上で大体概要ですかねあとはもう同じですコインマーケットキャップと同じようにえビットコインはいくらになったなとかねイーサリアムがいくらになったなってのをずらっと見ていただければいいんじゃないですか。 今は時価総額433兆円ですからおおむねほとんどのコインが緑のグラフになってるんじゃないですか、ね、こんな感じですよね赤もありますけどねこういう時に赤ってのは相当値段が落ちてるってことですよね、はいまあ,あの細かいことは、ね、また次回報告したいと思います今回は以上ですお疲れ様です